これもすごく有名な人だよ。山口春美っていうイラストレーターで、彼女もほとんど全部エアブラシで描いてるんだけど、ずっとパルコの西部系のデパートのイラストレーションをずっと、そうそう描いてた人で、なるほどね。こういう昔のパルコのなんだ。わお、え、これも山口春美。うん、これも。もうすごい、なんかパルコの広告はもう全部70年代80年代は山口春美が。へえ、すごい、なんか今すごいクールですね。そうそうそう、やっぱ当時すごい白人至上主義っていうかさ、ね、アメリカがかっこいいみたいなさ、欧米がかっこいいみたいなところでさ、みんなこういう欧米のねモチーフを使って、そうすごく有名で、もう彼女もやっぱ70歳くらいのアーティストだけど、そうね、パルコガール。へえ、うわお、すごくクールですね。うん。